大丈夫か、退避したのか。もう20分だぞ。8年半退避完了です。はい、9時、22分全員退避完了。あ、すいません、本部ですが、ちょっと皆さん聞いてください。今日はね、いろんな形で消火活動が入ると思います。で、まあ、昨日ね、いろんな形で、まあ、3号4号煙が出ていたんですが、今日消火活動の間を縫ってですね、まあ、いろんな消火活動も含めてですね、現場に皆さん行かれると思うんですが、やはり煙が出てるかどうかっていうのをね、ぜひこちらに戻ってきたときですね、報告してもらえますか。サーベイ用のヘリがサーベイ終わって北の方に向かって帰ったそうです。情報は通報分作成いたします。おー、いた、よし、えっ、おい、当たったな。ちょっと回転コームから応援来てる人。小森さん、総理補佐官の細野です。補佐官の細野さんがいらっしゃって、ちょっと変わりますね。配布場所は今までと変更になりまして、ま、協力企業執務室9室の蓮向かになります。まあいい、1F 情報班ですけども、本店さんにちょっと確認したいんですが、自衛隊による放水は4回行われましたが、これで終了と考えてよろしいでしょうか。よろしければ避難、現場避難の方を解除したいと思うんですが。あ、はい、4回ということで聞いておりますので、本日はこれで終わりです。解除して結構でございます。一部了解しました。はい、竹黒です。解除してください。本店さん、集中ラドから放出の実績についてご報告いたします。19時03分、1903、1台目のポンプを起動いたしました。19時07分、1907、10台全台起動ということで、現在放出中でございます。以上です。済ませておりますので、予定通り9時を目標に放出を開始したいと思います。で、放出が開始された時間がはっきりした時点でまたご連絡をいたしますので、よろしくお願いします。はい、吉田でございます。あ、竹黒です。はい、もうすぐ9時ですので、56号の方が放出が始まると思いますので、結果について、ご報告をお願いいたします。はい、もうすでに先ほどご報告しましたが、9時目途に準備は整ってございますので、あとは放出した時間について連絡をさせていただきます。はい、よろしくお願いします。発電所復旧班からです。例のサブドレーンのですね、放出9時ちょうどに開始しています。以上です。はい、9時ちょうどに開始したことを本店了解しました。これはあれですか、なんていうかな、ルート、ちょっとごめんなさい、私よく理解してないので、それでも、はい、しばらくサラになるまでやるって、ね、そういうことですか。はい、ポンプがついていて、で、そのポンプがルートを通して放水口の方につながっています。はい、で、その、今日はポンプが、作動するところまで、放出するということで考えています。はい、了解です。24個のサブドレンピットがあります。で、そのうちのまず1個だけ今日は起動したということで、これから順次、順番に起動する順番とそれについてもこちらで手順を作っておりますので、それをお示ししたいと思います。はい、ありがとうございます。それでよろしいでしょうか。はい、はい、はい。